アキラのやつはさすがに感づいたな。そう、俺の本当の能力は木の枝を何でも切れる剣に変える能力ってことに。もし切り裂きの剣が何でも切れる剣だとしたら、あの動体視力に運動神経、実は鬼に金棒な能力なんじゃないか。なあ姉ちゃん、もう分かったろ。あんたの能力は俺には通用しねえ。今のうちにリタイアしろよ。私まで危険したら凛さんが何するか。ですけど、負けるわけにはいかないんです。リタイアはなしか。切り裂き、早く決着をつけろ。ん、一か八か。そんなしっちゃかめっちゃか投げていいのかよ。ビー玉にも限りが。逃げ道をなくした。最初から囲んで動きを封じるのが狙いか。だが鉄球を切れる俺様には意味ねえぞ。いや、完全に囲まれてはいない。最後の一個もあなたに差し上げます。俺には通用しねえって言ってる。失礼、もう一個残ってました。この間合いなら避ける間も剣で切る間もなく当たる。ナイフを隠し持っていたなんて。隠し持ってなんかねえよ。俺の能力は木の枝を剣に変える能力。木の枝が2本あれば当然2本の剣に変えられる。2本？鉄球の資格を利用して。だからリタイアしろっつったろ。最後のチャンスだぜ。言えよ。ありがとうございます。あ？あなたはとても強くて自信があって、私を舐めてくれたから、こうしてチャンスが巡ってきたんです。ビー玉？なぜここに？跳ね返って戻ってきたんです。Ugh.
なあ、なんで負けてんの？やっぱお前さ、バカだろ。リングの整備が終わったので再開します。白柳明、北島浩二、リングに上がってください。白柳明、まさか。ねえ、もし次あんたも負けたら。ああ、このチーム戦負けたらどうなるかは何も聞かされてない。最悪の展開もあるかもね。誰かさんのせいで俺は絶対に負けられないの。気をつけろよ。ま、なんとかしてみるよ。なんちゃって。最悪の展開なんてまずないだろうけど、俺たちに殺し合いをさせるのが目的だとしたら、負けた奴らを次々殺すのは理にかなってない。現に治療まで施して戦わせているんだ。少なくとも命や身体機能を奪うようなペナルティはないはず。となると、俺がここで優先すべきは勝利じゃない。それでは始めてください。俺の能力の相手とは誰を指すのか。この8人の中で誰が相手としてカウントされるんだ。対戦相手以外の敵のメンバーは、味方の桐崎は、ユーリは、熊切は、こいつが唯一の相手だとすれば、それはどの瞬間から決まる。誰がどの瞬間から俺の能力の条件を満たすのか。さあ、実験だ。まずは実験第一段階終了。やっぱり発動しないか。相手は速攻できない能力か。ラッキーだな。それじゃ、実験の第二段階だ。動いた。けど、こっちじゃない。霧崎。ああ、やっぱりまだ分かってないんだな。人を舐めて二度も死にかけておいて、俺だけが能力を使える状況でチームを危機にさらしたバカを俺が生かしておくと思ったのか。発動した。待って。な、てめえ本気なわけないじゃん。でも、いい薬になったろ。てめえ、マジで撃った日よくも。そこはシャレシャレ。シャレになるか、こら。仲間を、何なんだ。悪いな、霧崎。おかげで見えてきた、俺の能力。よし、次は実験の最終段階だ。絶対ヤバい、この子、大砲の能力だったなんて。思えば、いつも置いてきぼりだった。俺は情けない脇役、主人公なんかになれやしないと。生まれ変わりたい。あ、来る、大砲、避けなきゃ。今ので敵も俺の能力は大砲だと思ったはず。順番に。ダメか。だったらこれでどうだ。なるほど、この条件なら発動するのか。実験完了。あとは死なない程度に。弾が消えた。しまった、能力を見られた。無理だ、結局俺は置いてきぼりの脇役。頑張って。え、頑張って、まだいけます。これって声援、俺に。今まで女の子に応援されたことなんてなかった。なんだこの気持ち。違う違う、男にはこうするのよ。北島くん、もし勝ったらこの子たちが何でもしてくれるって。勝手にそんな。
る。情けない俺から主人公の俺に。おお、靴。そのまま手を高く上げて動くな。少しでも下ろせば撃つ。この距離なら絶対こっちのが早いよ。当たった弾が消えた時、同時に俺の右手の大砲も消えた。しかし靴は消えなかった。このことからあんたの能力は、触れた能力を無効化する能力。条件は手を地面につけてる間でしょ。参った。勝者、白柳アキラ。守備よく実験ができたな。まず俺の能力を大砲だと思っている桐崎たちを相手とみなし、能力を使ってみたが大砲は出ず。俺が一方的に相手とみなすだけではダメなんだ。次に桐崎を撃つと示唆してから、桐崎を相手とみなすと今度は大砲が発動。最後はそれを見た敵チーム全員を相手とみなし、能力を使う。全員俺の敵のはずだが、腕が大砲になったのは一人リング上の相手だけだった。つまり俺の能力が発動する相手には条件があると分かった。おそらくその人間もまた俺のことを何かの相手として意識している必要があるんだ。リング外の敵チームは俺を敵とは思っても自分の相手とは意識していない。だから発動しなかった。おい、あっちら、さっきのどういうつもりだ。あ、忘れてた。だからあれは桐崎のためを思って。いいだろ、当てなかったんだから。いいわけあるか。大砲の能力ってやっぱり強えんだな。ああ、それに引き換え相手の能力は不憫というか。そうでもないよ。例えばもしあの敵が熊切みたいな格闘技経験者だったら、大砲が通じない俺には勝ち目はなかっただろ。なるほど。結局はどんな能力も誰がどう使うか次第ってこと。5回戦を始めます。私の番か。なんで私の相手は変なのばっかなんだ。この時を待っていたよ、ユーリちゃん。天岳ユーリ、星の王子、リングに上がってください。もう二度と会えないと思って絶望してた。だけどシスラ、僕たちを分かつことはできなかったんだ。あの野郎、ユール。なんだ、顔見知りか。てめえも生きてやがったのか。落ち着けユール。話せ。あいつのせいで私はこんなところに。ぶっ飛ばしてやる。運命は僕たちを一緒にしようと従ってる。もう結婚するしかないね。もう一回言うぞ、お前ら話せ。上がれよ、決まりつけてやる。どこへでも行くよ、君が望むなら。それでは始めてください。大丈夫なのか、有利の能力で勝ち目はあると思うか。身体能力が5倍といっても、もともとが女子高生の細腕だ。パンチ力が5倍になったところで強力な武器になるとは。それは大丈夫だと思う。そこ動くな、ストーカー野郎。おいでユリちゃん。君の怒りも攻撃も、そして君自身気づいていない僕への思いも全て受け止めてあげるよ。僕のこの体を鉄のように固くする能力で。あっそう、じゃあ一回戦みたいに加減して殴る必要ねえな。勝
もしパンチ力が5倍なら大したことないかもしれない。だけど控室で有利のジャンプを見ただろう。実際は全ての身体能力が5倍になる能力。殴るってのは体全体でする行為だ。走る速さも全身のバネも腕力も5倍になっていたとしたら、そのパンチは元の5倍どころじゃない。体を鉄にしてあれなら下手すると最強かもね、あの能力。終了。皆さんお疲れ様。美少女マジシャンミオンちゃんです。セカンドプログラムも終わり、このままサードプログラムに入ってもらいますが、その前に皆さんにお話があります。そう、負けたチームの処遇についてです。負ければ今度こそペナルティがあるのでは。全員役立たずって殺されちゃう。まさかまさか、いくらなんでもそこまでとは。脅すだけで殺しはしないと鷹をくくってるお利口さんもいるかもね。何？もちろんただでは済ましません。何しやがる。これから別室に移動して敗北チームにはペナルティを受けてもらいます。お楽しみに。まさか拷問？いや、処刑を俺らに見せつける。クソ、ここまでは想像してなかった。奴らの性格の悪さを。しちゃって何度も予想を覆されちゃった感じ。こいつ。なお、野郎には隅っこで水だけ与えてます。あんたたちよく食えるね。食欲なんかねえよ私。俺もだ。次いつ食べられるかわからないからね。よかった、こんなペナルティーで。確かアキラくんだよね。試合中仲間を攻撃するなんて驚いちゃった。お姉さん、君に興味あるな。俺の方はないよ。あんたにもあんたの能力にも。ユーリ、そこの皿取って。残念。この女は危険だ。関わり合いになりたくない。はい、いった。どうした？いや、さっきから手首が痛くてフルスイングで殴っちゃったからかな。ちょっと見せて。なんだよ、触んなよ。いいから動くなよ。よし、ハンカチで悪いけど応急処置だ。あんまり動かすなよ。ありがとう。やけに可愛いハンカチ。うるさいな。おい、そこのお茶持ってきてくれよ。はい。お前何様だよ。え？勝者の特権だろ。でもお前勝ってないじゃん。ああ、確かに。うん。っていうかお前も着るべき、バーニー。もう一着残ってないか聞いてきましょうか。ちょっと待て、こら。わかった、あんなバカの言うこと聞かなくていいよ。どうも、白柳アキラ。やっぱりこの子。でも大変だね、君なんてまだ中学生なのに。いえ、私は高3よ。悪かったわね、チビで貧相で。さて、いよいよサードプログラムに入ります。ここからはチームごとに違う道を行ってもらいます。あ、そうそう、さっきのバニーちゃんは冗談で、敗北チームへのペナルティーはこの後あるから期待しててね。
ここからは一人ずつ別の道を選び、その先で指示に従うように。ということはここでチーム解散か。次に会った時は敵同士かもね。霧崎が敵なら楽なんだけどな。てめえ覚えてろよ。敵としての再会、それでも構わん。お互い生きて会えたのならな。死ぬなよ。ま、達者でね。俺も行く。どれにしようか。ユーリ、そのハンカチ、俺には思い出の品でさ。ガキの頃からずっと持ってるものなんだ。え？マジ？そんな大切なもの返すよ。だから、後で返してくれよ。絶対に。約束だ。わかった。絶対返すから。お前も無事でな。約束だぞ。種は負けたかな。もうキラ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 、あすすすすなりせんぽうたほしちゃおうかな。ねえ、たい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 、ぬる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 、実際がゲームなら。クソゲーだ。ミオンとヤンの次回予告、お楽しみいただきましたか？出会って5秒でバトル第4話。おいしいよこれ。ミオンさん、始まってますよ。裏で何を食べてるんですか？食べてないわよ。パパのお腹減ってるけど大事な予告。食べてますよね。おそば的なもの食べてますよね。食べてない。ほんとちょっと待って。何ですか？何をチンしたんですか？もう時間が。次回出会って5秒第5。お楽しみ。完全に食べてますよね。あ